ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンです。午後6時30分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、中央道上り線の情報です。小仏トンネルを先頭に、岩戸のトンネルの先まで25キロ、八王子インターを先頭に、八王子ジャンクション付近まで8キロ、高井戸インター、の出口を先頭に1キロ、それぞれ渋滞しています。続いて、中央道富士吉田線下り線の情報です。大月インター、の出口を先頭に1キロ、渋滞しています。続いて、圏央道内回りの情報です。海老名ジャンクション付近を先頭に、圏央厚木インターの先まで4キロ、渋滞しています。続いて、首都高4号線上り線の情報です。初台から三宅坂の区間で通行止めになっています。次に、初台から三宅坂の区間で通行止めになっています。続いて、下り線の情報です。三宅坂から新宿の区間で通行止めになっています。続いて、中央道富士吉田線下り線の情報です。須走インターを先頭に、山中湖インター付近まで8キロ渋滞しています。なお、順調な路線は、金王道の外回り、中央道富士吉田線の上り線、中部横断道の両方向、及び長野道の上下線です。現在、東京2020オリンピックのため、上り、八王子本線料金所の通過できる連数を減らしております。さて、7月19日から8月9日まで、東京2020オリンピックのため、都心方面で交通規制を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。以上、ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。